若干距離が縮まらないんですけど、どうしたらいいんですかね。俺もそれはね、結構ね、7年間ぐらい抱えてる悩みで。お二人大の仲良しって聞いたんですけど、7年間、それぐらい前からの知り合いではあるんだけど、埋めらんないよね。だからそういう部分ってあるじゃん。じゃあそこってもう家族しか埋められない感じの。なのかもしんない。俺寂しい子だな。でもさ、わかんないじゃん、はい、家族もってとこも一概には言えないじゃない。だからそこはわかんないけど、確かに埋めていきたいじゃない。そうですね、うん、たとえたった5回目だとしても、あ、このラジオがね。そうですね。はい、あ、はい、進め、どうした。あ、そうですね、今日の回、宮野さんも来てくれたし、そうですね、特別な回にしたいなと思って。なるほど。考えてることあるの、花ちゃん。そうなんです。なになになに、トシ君のね、誕生日がもうすぐ、なんと4月28日だそうで。いや、そうなんしてた。知ってる、それは。なんかすごいサプライズが用意されてるらしいんですけど、ケーキでしょ。ケーキ、そう、サプライズケーキが用意されてるらしいんですけど。楽しみだね。それ言っちゃダメじゃね。内緒にしとかないじゃん。そうですね、内緒にしとかびっくりしてくれると。内緒にするの、びっくりさせたいじゃん、やっぱメインパーソナリティの主役のね。でね、トシ君のびっくりした時ってすっごいいいリアクションが出るんですよ。知ってます。それ知らなかった。あのね、それで有名なんですよ、トシ君。例えば過去にどんなことがあって。過去になんかシュークリーム食べてシュッポっぽいとか言っちゃった。面白い。面白いんですよ。往復絶対。ありえない。だからね、ぜひこれからじゃあサプライズ仕掛けるんで。サプライズってあれ、内緒にしなきゃ。